今日ですね、もみじの枝がものすごく伸びたんで今日刈ります。今自分がいいんですけどね、葉っぱ落ちたちょっと後ぐらいが、でこの上の電線まで来てるでしょ、この上の方ね。だからこの辺からだんだん縮めていこうと思うんですけどね、あんまり太い枝は切らない方がよろしいよ、嫌がるんでね。ごっつい大きな木なんで、ここから切っていきますね。これで一つ行ったでしょ。これでずーっとやっていきますからね。大方もう切ってきましたけどね、これで切れましたね。これで来年も綺麗に枝が出てきますけどね。